どうも、ルイです。今回はですね、ストリートファイターデュエルやっていきたいと思います。今回は、シャドルシティ。こちらをね、クリアしていきたいなと。で、まあ、このシャドルシティなんですけど、48時間ごとにリセットしますので、まあ、48時間以内に、まあ、クリア目指しましょうね、という感じですね。このシャドルシティかなり報酬が美味しいので、まあクリア目指していこうかなという感じですね。で、この第1層、第2層、第3層まであるので、まあご自身のね、持ちキャラとを相談しながら、ちょっとクリアしていっていただいたらなと思いますと。そしたらちょっと行きましょうか。ちょっと長くなるかもしれないんですけど、まずね、このエージェントの拠点っていうのがあるじゃないですか。でこちらを選択すると、まあその、ファイターを借りれますという感じなんですけど、基本自分の方は、まあ戦闘ですね。戦闘していく。まあなぜかというと、もうクリアした時に、まあ報酬がもらえるからっていう理由ですね。行きましょうか。さあこれで、まあこれでいきますと。さあまあね、しっかり、まあ、クリアしていきたいと。まあその第一層はねそんなに難しくないので、まあまあ皆さんねクリアしていけるかなと思うんですけどね。さあそしてまあエージェントの拠点っていうのがあるんですけど、自分の方は、まあ、普通に敵を選択するという感じですね。さあもうどんどん行こう。さあ OK。でまあここの選択なんですけど、まあ基本的にまあ、ランダムじゃないですか。なので、まあ、その時にちょっといいなって思うのを選択するみたいな感じなんですけど。まあ、だから、2日に1回は、まあ、挑戦できるという形になってますかね。で、まあ、この、A ランク、まあ、B ランクみたいな感じになってますんで、まあ、なるべくランクの高い、まあ、ここだったら、ま、A を選択するみたいな。まあ、ブーストなんですけど、まあ、そんな感じですね。で、あと、まあ、この場合ですよね。この場合、まあ、まあ、自分はちょっと真ん中を選択するかな。まあ、それなぜかというと、まあ、次のね、選択の幅が広がるという感じになってますので、まあ、真ん中を選択していくと。で、まあ、ここ、まあ、これ、まあ、普通だったら、A を選択するのが普通なんですけど、まあ、ちょっと自分、タンクをそんなに使ってないので、まあ、ここは、まあ、ブリザードを選択すると。で、まあ、真ん中を取ったことによって、今ね、その、もしファイターがピンチだったら、まあ、回復をしたりとかもできるんですけど、自分は敵を選択すると。
まあ、別にファイターはそこまでやられてないっていう感じですね。まあ、正直このノーマルでやられるようだったらちょっとね、第2層とかはもう厳しい感じになってくると思うので、で、まあ、この1000、まあ、52K とか 99K とか書いてあるじゃないですか。これね、まあ、戦闘力のことだと思うんですよね。でね、これ、ここはちょっとね、真ん中ですね。真ん中を選んでいくと。まあ、ちょっとね、よく報酬を見て、まあ、どの敵と戦うかを選ぶという感じですかね。まあ、ここもクリアと。まあ、ここもまあエージェントの拠点と。まあ、これもしねファイターが足らない場合はまあエージェントの拠点とかを使ってまあ補充していくという形ですね。まあ、自分はまあ全然ファイターまだ足りてますんで、まあ、普通に敵を倒していくと。でまあ、ここなんですけど、まあ、応急手当と、まあ、回復っていうのがあるんですけど、まあ、こちらですね、まあ、こちらのファイターの中から、まあ、もしねファイターがやられたファイターがいたとしたら、まあ、応急手当で、まあ、1人ね生き返らせることができるという感じですね。でまあそのまだやられてないので、まあ、回復、まあ、回復するという感じですね。全員の HP が 50% 回復しますよと、これで。で、まあ、これで 50% 回復しましたよと。で、最後、ボスですね。アルティメットバスター言うてますか。ザンギエフなんて。ザンギフ言うとったっすどうでもいいんですけど。おっとどうだ、大丈夫か。さすがボスだけあって結構ダメージを与えられてるという感じですが、ちょっとなんとかクリアという感じですね。で最後は宝箱をゲットすると。まあ、こんな感じで、まあ、2日に1回ね、ゲットできるんでいいですよね、と。で、これで終わりと思いきや、ここ、転送ゲートがあるので、入ると。すると、まあ、言ったら2面ですよね。第2層が出てきますよ、という感じで、まあ、やっていくんですけど、まあ、基本的にその、どんどんね、その2層3層と上がるごとに敵は強くなってきますので、まあ、ちょっと気をつけないといけないと。
いう感じですね。まあここは真ん中選びましょうかね。この敵を倒したらね、そのブーストを毎回選べるじゃないですか。まあ、これが結構重要になっていて、このブーストでかなりそのファイターが強くなるんでね、まあ、このようにサクッと勝てるようになってくるということなので、まあ、しっかりねブーストを選んでいくと。でまあ、ここはまあ回復していくと。そしてまあその神秘のショップっていうの、まあ、これが途中で出てくるんですけど、でまあここにまあ移動しますと、まずで、そしたらまあ簡単に言うと、まあ、買い物ができるという感じですね。まあ、このようにまあちょっとお得な買い物ができるので、まあちょっと、まあ石に余裕があればね、ちょっと、まあ、買っていってもいいんじゃないかなと、思いますと、いう感じですね。まあしっかりね、報酬を見て、まあ敵と戦っていくと。まあ、これもチリツモなんで結構バカにならないよと。まあ、今のところまあ誰もねまだ倒されてないのでいい感じですね。この辺迷うところだが、今ここは回復はしませんと。敵ね、バスター、もう画面外にも敵をねもう投げてるっていう、まあなかなか楽しいよねと。ただちょっとねこの辺からちょっと本当にちょっと気合い入れていかんと、ねいけないんですけど、ちょっと変えますか。相手のね、しっかり属性見て、ちょっと編成も変えていった方が、有利に戦いは、進めれますよと。特にね、相手にちょっとチュンリーとかいた場合、ちょっと、気をつけた方がいいですね。かなり強いんでね。チュンリーは強キャラということなんで、まあここはまあキャラが補充したい場合はエージェントの拠点を選んでくださいねと。まあ自分は全然敵を倒しに行くという感じですね。さあザンギエフ戻していきますか。
まあ、ただね、この第3層が待ち受けてますんで、本当に。しっかりね、クリアしていかんといかんと。さあ、まあ、ここはまあ、回復していきますよと。いう感じで、まあ、第2層のボスという感じですね。さあ、行ってこいと。このね、デガの彫刻とかも、まあ、どれだけブーストをね、しっかり取れてるかというところによって、まあ、攻撃力はね、変わってきますので、まあ、しっかり途中のね、そのブーストはしっかり選んでいかないといけないという感じですね。まあ、そうじゃないと、まあ、後々ちょっと、まあ、きつくなってくるんでね。なんとかクリアしましたと。まあこれでまあ報酬をゲットする。そしてまあ次ですかね。さあここからね、まあ師範を一人選択できるので、どちらかの師範にすると、まあ、自分はまあ豪気使ってますかね。さあで、どうするかと。ここはね、応急手当を選択しますね。さあ選択していきますかと。まあ、こっちですかね。を倒していくと。まあ、ここはまあ回復ですね。しっかり回復して、まあ敵に挑むと。まあちょっとね、まあ3層までの道のりが結構長いとは思うんですけど、あそこはね、まあやっぱりそれだけいい報酬がねたくさんもらえるので、まあ2日に1回ねチャレンジして、まあクリアすれば、まあ、1回だけクリアすれば OK なんで、まあ、しっかりね、ちょっとクリアしていきたいなという感じですね。まあ、逆を言えば、その2日間かけて全然やってもいいという感じになってますんでね。さあ、さあここはまあ、普通に敵ちゃんと戦いますかと。さあ頑張れ、さあ頑張ってくれ。もう結構ね、敵が強いっちゃ強いんでね、
油断してると本当に持ってかれるよと。ここはエージェントを選べるのか。あ、じゃあもうジュリーを招待します。まあ、こんな感じで、まあ、チームに、ファイターも連れてこれると、エージェントを選ぶとね。これどっちでもいいけど、まあ、真ん中選びましょうか。まあ、せっかくなんで、ちょっとジュリー、使ってみましょうか。使ってみましょうかなんですが、ちょっと組み合わせがまあどうだこれ。編成がどうだ。ちょっとね。いい感じですね。まあ最後はまあ回復してさあボスに挑みますという感じでいきましょうか。しっかりまあ火力出さないとね、なかなかこのベガの彫刻も回復してくるので、まあゴリ押せということっすね。さあ OK ですよという感じで、まあ第3層の最後宝箱をゲットして、まあ報酬このように獲得できますよという感じですね。まあ第3層で終わりなので、もうこれで OK ですね。ということで、まあ、今回はね、シャドルのシティをちょっと挑戦してみましたという感じで、まあ、皆さんもね、よかったらチャレンジしてみてはどうでしょうかということで、まあ、本日はこの辺りにしておきます。よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さんまた。